はい、16章まで来ましたね。もうこのさテーマ曲もうアイドルソングだからな。好きすぎる。FEH でも確かこの曲実装されてて、ホーム画面この音楽にできるんですよ。私のところの FEH のホーム画面この曲ですから。好きすぎる。誰だお前たち、ネサラはどこへ。おう、これ皆の者見るがよいぞ。あれぞまさしく幻のセリノス王族。朝日を受け輝く黄金の髪の美しさはどうだ。柔らかな光沢を放つ白銀の羽は孫うことなき王族の証。素晴らしい、全くもって素晴らしい芸術品と言えようぞ。これが私のものになったと思えば、キルバス王に支払った大金も惜しくはないというもの。ネサラが私をお前に売った。ほほほほほほ。怒った顔がまた格別。何、おとなしくしておれば豪華な生活をさせてよ。殴った。この美しい顔で殴りましたね。この花が、私の美しい花が。そう、なんかこのすごいところはさ、この美しいリュシオンさんがさ、その顔面めがけて、鼻めがけて拳を振りかざしたってとこだよね。ギャップが素晴らしいのよ。オリバ様、こいつめ。やめよ、傷つけてはならん。そのものは怯えておるだけじゃ。わあ、なんと寛大なお心なんでしょうか。時間をかければ、わしがどんなに優しく、慈悲深い主人であるかわかるはずじゃ。ふざけるな。おお、怖い怖い。ここはひとまず退散じゃ。よいか、お前たち。くれぐれも、このものに手を挙げてはならんぞ。食事や環境に気を使い、この美貌を少しでも損なうことのないようにせよ。もう面白いな。なんか一歩下がってるっていうのも面白いよな。自分がアイドルでもう前面に出てもいいのにさ、一歩下がって他のアイドルを立てる、この芸能生活の長さが伺えますわね。詐欺は繊細な生き物だからな。さすれば叱るべき時に。そうじゃな、いつにするかな。常日頃からわしを見下しておった元老院の他の奴ら目に見せつけてやるのだ。あ、新しいね、美術品を手に入れたから見て見てって、それ貴族のね、あの悪趣味なこう慣習みたいなもんですね、これはね。とっておきの舞台でなければな。あ、さすが妥協を許さないアイドルの鏡。今では幻と言われるセリヌス王族を従えたわしの姿。ガドゥスコの悔しがる顔が見物じゃ。ほほ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 ほ。そ、ネサラメ。よくも私をこんな目に。連れてきたぞ。よくやってくれた、アイクよ。報酬は十分取らせようぞ。いつもの取り巻きはどうしたんだ。紳士親衛隊のお二人しか見えないが。死と思うところがあってな、人払いをしておる。それで、その者が例の盗賊団の首謀者かえ？なんと、まだ子供ではないか。その方なんぞ、申し開きすることはあるか？おいらたちは盗賊団なんかじゃない。汚い貴族どもに捕まっているラグズを解放しているだけだ。それは名誉な話よの。ベグニオン歴624年、先代紳士にして、我が祖母たるミサハがラグズ奴隷解放を取り決めた。法令上、このベグニオンには現在、ただ一人たりと奴隷がおるはずがない。嘘だ。
多くの貴族の家では労働用だ乾燥用だってラグズが飼われている。元老院はそれを黙認しているんだ。こら、落ち着いて話せって言っただろう。だってよ、アイク、その方何故このように無礼なるものを私に対面させようと思ったのじゃ。何を企んでおる。企んでいるのはあんたの方だろ。ほう、それはどういう意味かの。前回は奴隷商人の存在を確かめさせ、今回は奴隷解放の一団と接触させた。おかしいとは思ってたんだ。使い切れないほどの進化を持つ紳士殿がなぜ俺たちに仕事を依頼するのかってな。わかったのか。内部腐敗を摘発することが目的だろ。元老院の大勢がこの奴隷問題に関わっていることを公にしたくないんだ。安立ちの粗暴な猿かと思ったが、存外頭の回転は悪くないらしい。俺一人の考えじゃないさ。頼りになる仲間がいるからな。多分ここの結論を出すにあたって、おそらくこのイリジエは、まずセネリオが第一で、それをマイルドな言い回しにするのがおそらくティアマト姉さんなんでしょうね。あの二人が協力してこんな丁寧な言葉を導き出したんじゃないかなと思うんですけれども。どういうことになってんだ？オイラにも説明しろよ。紳士は全部わかってるってことだ。その上でこの問題を何とかしてくれるつもりらしい。本当か？成功するかどうかはそなたたちの働き次第じゃ。じゃあ次の仕事内容を聞かせてもらおうか。タナスコ・オリバーに不審な動きありとの密告があった。セリノスの森近くにあるタナスコの別邸へ向かい、動かぬ証拠を押さえて参れ。この件が成功すれば、クリミア王女の件、私が全力を持って支持することを約束しよう。いや、よかったな。まあ、一応、なんか怪しいなとは思ってたけど、まあ、周りに聞かれたくなかったから、アイクたちにも伝えずに、まあ、あくまで指令だけ出して、動かしてたっていうことだよね。で、まあ、トパック連れてきた時点で、まあ、サナキ様たちも、なんか、あ、多分こいつ気づいたんだろうな、みたいなことがあったから、多分、人払いをして、こうやって話をしている。まあ、それプラス、まあ、タナスコの不審な動きがあったから、まあ、そのミッションを課すために、元老院たち、まあ、いつものタナスコとガードスコとかかな。あのあたりを人払いさせていたって感じなんでしょうね。切符を持って戻る。待っていてくれ。さあ、結果なんですけども、一応戦闘は996で、あとはボーナスは60。まあ、功労者はどう考えてもボーレですよね。ボーレが頑張ってくれました。で、新規加入にソーンバルケは入ってるんですけれども、トパックとムアリムさんも一緒に来てくれてますと。戦死者及び回復不可能な傷を受けた者はいませんでした。はい、いつも通りです。情報行きましょう、情報。ソーンバルケさん、さっき救出したので、この会話を見ることができます。あんた誰だ？いつの間に俺の団にいる。そらな、レテちゃんがな、出土したのをな、連れて帰ったんですよ。そのまま。私は砂漠の戦より参加している。名はソーンバルケという。挨拶が遅れて申し訳ない。どうして、ここにいるんだ？確かになんかそのままなんか話聞かせるとは言ってたけど、そのまま結局ついてきちゃってるもんね、この人ね。なんかアイクさんからすりゃさ、なんかこう、不審者がいるわねーぐらいの感じだろうけど。幾ばっかの好奇心と、おおむねは運命の導きによって。もうわけわかんないし。もうわけわかんなくなってるし。砂漠でお前の剣を見ていた。独自の技を操るようだが、未だに動きに迷いが残っている。修行半ばで死を失ったか。あー、よく見れたね。なんかソーンバルケさんだって出土してからそのまま動いてなかったのに、しかもアイクさんなんなら剣振ってなかったからな、あのマップで。棒立ちして敵を釣り出してた役やったからね。あ、ちょっとびっくりしてますけどね。うん。幸い基礎だけは固まっている。ならばこの私が力になる、まあ、剣豪ですからね。
その技、完成すれば、どれほどのものか見てみたい。あんた、一体。私の素性を知らずとも、剣を習うことはできるだろう。どうする？お前の心一つだ。まあ、これは習うか習わないかあるんですけども、習った方がお得ではあります。まあ、このためにソンバルケさんを仲間にしたと言っても過言ではありません。わかった。この剣技を極められるなら、あんたに教えを請う。では、構えるがいい。そして全力で私に仕掛けてくるんだ。ということで、この草原の中で複数個入手はできるけれども、入手個数が限られてる奥義の書をいただきました。嬉しいですね。さあ、ムアリムさんとの会話を見ていきましょうか。ムアリム。おっちゃん。どうでしたか？何か嫌な目に遭わされませんでしたか？全然平気だったぜ。紳士って、もっと感じの悪い女かと思ってたけどさ、ただのガキだった。おいやよりチビでやんの。あ、裏だからいいけどさ、もうガキとかチビとか言ったらもうやばいよね。坊ちゃん、そんな大きな声で、なんてことを結構でかい声で言ってたらしい。なんだよ。マリム、大丈夫だ。この部屋にいるのは俺の仲間だけだ。紳士の手下はいない。よかった。ムアリム？紳士の悪口を言うのは、ここでは不敬罪とかなんとかで、下手をすると処刑されるそうだ。おっちゃん、ここにいる間は、言葉の使い方にくれぐれも気をつけてください。お願いですから。うん、わかった。ベオクのトパックより、ラグズのあんたの方が、ここの作法なんかに詳しそうだな。それは、オイラが物知らずなだけで。まあ、以前アイクさんが失敗してたことをね、今度若い若者って2回言ってるのは頭が痛いみたいになってる。頭痛が痛いみたいになってるけど。まあ、若者にね、伝授してますけども。成長してますね。いいんですよ、坊ちゃん。アイク殿。私がベグニオン貴族の慣習に通じているのは私自身が奴隷だったからです。私の家族は代々とある元老院議員の家の奴隷でした。小さい頃は自分が奴隷であることに疑問を抱くこともなく育ちました。どんなきつい労働も生まれた時からそれが当たり前のことだと思っていましたから。主人に気に入ってもらえるよう、行儀作法を必死で身につけました。奴隷である我々が少しでも長く生き残るためには、主人の機嫌を損ねないことが最も重要でしたから。もし少しでもしくじれば、よくて鞭打ち、悪ければ、ムアリム、もうやめろ！すみません、アイク殿。奴隷だった私といると、あなたたちまで蔑まれ、軽んじられる。私がここに来たのは、坊ちゃんのことを、どうしてもあなたにお願いしたいと。なんでだよ。ラグズ奴隷に生まれたら、自由に生きることも許されない。そんなのおかしいって。だからそれを、オイラたちで変えようって、約束したじゃないか。ラグズもベオクみたいに家を建てて畑を作って家族みんなが自由で平和に暮らせるそんな世の中にしようって。それは私たちラグズ奴隷であった者たちの夢です。ベオクのあなたまでそれに付き合う必要はない。坊ちゃん。そんなに気にすることなのか？え？ベグニオに来てずっとおかしいと思っていた。貴族の家に生まれたから貴族。奴隷の両親から生まれたから奴隷。人の価値が生まれた瞬間に決められてるとでも言う気か？
そんなわけのわからん決め事がまかり通るこの国が理解できん。クリミア王女に仕える方のお言葉とは思えませんね。王女は王の血筋に生まれたから王女なんですよ。それすらも否定される気ですか？そうなんだよな。エリンシアは王女なんだ。ダンの雇い主に対して最低限敬意を払っていたつもりだが、姫と呼びながらそれがどういう意味かを持つなんて、ここに来るまで意識したことがなかった。私の目から見れば、あなたはとても恵まれている。ベオクとして生まれ、緩やかな身分制度の国で育った。それがとても妬ましい。俺にはどんなに努力しても、あんたの痛みを理解できないんだろうな。けどな、貴族階級とかいう制度を知ったからといって、エリンシアに対する態度を変えられなかったように、あんたが奴隷だったと聞かされても、やっぱり態度を変えられそうにない。あんたはあんただ。そう考えるのは、俺の自由だろ。ムアリム、あんたが過去を引きずるのは仕方のないかもしれん。だが、どんな事情があるのか知らんが、あんたをあんなに慕っているトパックを無理に遠ざけようとするなよ。トパックがあんたと共にいることを選ぶのも、やっぱりあいつの自由なんだ。坊ちゃんを探してきます。神殿の奴らに会うのが辛いなら、俺が行って連れてこようか？いえ、大丈夫。私は鼻が効きますから。ベオクを避けながら、坊ちゃんの匂いを追うことはたやすい。そうか。アイク殿、私を、本当に。いえ。これからも、よろしくお願いします。こちらこそ、できるだけ長く、ダンにいてくれ。アイクさん、やっぱめちゃめちゃいい人すぎるわ。もう、本当に。まあ、アイクさんにとっちゃさ、その価値観っていうのが変えられないし、まあ、姫は姫であって、まあ、ね、雇い主であって、まあ、姫様ではあるけど、みたいな。まあ、出会ったね、エリンシアはそのものの人柄の印象が強いわけであって、それはムアリムに対しても変わんないよっていう話をしてくれる。マジでいい人だよね。最高にいい人すぎる。支援見ようか。セネリオ見まーす。セネリオ、ちょっといいか？はい。どうかしましたか、アイク。いい加減話してみないか。どうしてそんなに塞ぎ込んでいるのか。ああ。アイクは自分が何者であるか悩んだことはありませんよね。自分が何者か？そうだな、特にない。親父と母さんの子でそれに不満を持ったこともないし、ご両親の存在は大きいでしょうね。周囲に自分の幼い頃を知る者が存在するかどうか、それは幼子が自我を形成していく過程では必要なものなんだろうと思います。何も知らない生き物が確固たる一人になるには、それを肯定して後押ししてくれる大人がいないと。幼子は進む道がわからなくなり、自分が一体何であるかすらわからなくなってしまう。セネリオには親の記憶がないのか？ええ、僕を育てた女は少なくとも僕を産んだわけではない。あの女の口癖は、どうして私が、世の中は不公平だ、近寄らないで、でした。一片の愛情もなく、何らかの義務によって僕の面倒を見ているだけのようでした。それから四つぐらいの時、付近に住んでいた賢者が僕を引き取りたいと申し出ました。その子供には類稀なる魔道の才があるからといって、女は大喜びで賢者に僕を譲りました。よく覚えています。僕があの女の笑った顔を見たのはあの時だけでした。心の底から嬉しそうでしたよ。厄介払いだけでなく、
わずかばかりでしたが、礼金まで手にすることができたのですから。賢者は死期が近く、自分の知識を受け継ぐものを求めていました。時間がないと言って、神職の時間をも惜しんで、魔道の修行に明け暮れさせられました。でも、僕にとって、女との生活よりはるかにマシでした。自分が何者であるかを振り返る余裕もなかったので。2年後、賢者が死んだ時には、僕は一通りの魔道を身につけていました。賢者の館に食べるものがなくなったので、外に出て町に行きました。そして、僕は、初めて気づきました。自分が一言も口が聞けないことに。セネリオ。読み書きはできました。相手の言葉も理解できます。だけど、自分では何も話せない。仕方なかったんです。女も賢者も僕に一方的に言葉を投げつけはしたものの、返事を必要としなかったので。セネリオ。すみません。こんなくだらない話を。くだらなくない。それが理由でお前は塞いでいたのか?もしかして幼い頃、お前が暮らしていたのはベグニオンだったのか?違います。僕が言いたかったのは。いえ、もういいんです。すみません。失礼します。待て、セネリオ。ということで、セネリオの幼少期時代のエピソードが一部聞けるんですけれども、これの設定を元にして、まあ生まれたユニットが FEH の子供セネリオですね。で、子供セネリオはそのアイクさんたちも子供時代になってるって、まあ彼らと出会うみたいなストーリーが、まあ一部展開されてたんですけれども、まあ、その時に手差し伸べてくれたのがアイクさんだったっていうのがあって、まあそこら辺がちょっとエモポイントかなと思います。で、FEH のセネリオ、子供セネリオも、まあ言葉が喋れない。言葉は理解できるし読み書きはできるんだけど、自分で喋ることができないから、まあ発音しても、とか、うーとか、あうーとか、なんかそんなことしか言わないって感じですね。まあ幼い子供のまんま。容姿はちょっと成長はしてるけど、まあ赤ちゃんみたいな感じの存在になっております。うん。あれもさ、ちょっとセネリオの声優さん自体がさ、その村瀬さんなんですけど、子供セネリオも村瀬さんなんですよ。まあ違和感ないよね。めちゃめちゃすごいなと思いますよ、あのあたりね。ここだな?はい。かなり厳重に警備されています。内部に入り込むまでは正攻法で行くのが良いでしょう。止まれ!なんだお前たちは。この館は元老院、議員、タナス公爵様のものになるぞ。俺はグレール傭兵団のアイク。ベグニオン紳士の命でタナス公爵にかかっている嫌疑について取り調べに来た。紳士様の?しばらく待っておれ!じゃあ、お兄ちゃん、私たちはこっそり外側から調べてみるね。頼む。任せて。いざという時は女の方が何かと言い抜けできるから。さあ、ミスト、行きましょう。うん。紳士様の見つかりというのはその方か?ここに紳士の書状がある。む、確かに。本物のようじゃな。して、私にかかっている嫌疑とは一体なんじゃ。紳士の代理人に対し、門前で立ち話させるおつもりですか?セネリオがちゃっかりしてますね。いえ、そんな、めっそうもない。中へどうぞ。これ、アイクさんだけだったら、そうもいかんかっただろうな。セネリオっていう、もう常識を知ってる人がいたかなとかなりましたね。ほう。なるほど。私にそのような嫌疑が。ほほう。身に覚えがないと言い張るのか。屋敷中隅々までお見せした通りじゃ。どこにもラグズの姿など見当たらなかったであろう?それは確かに。とんだ疑いをかけられたものじゃ。このオリバーがラグズの奴隷解放令に違反しているなどと。紳士様にきちんとお伝えしてくれ。タナスコ・オリバーは、清廉潔白だと。この清く美しい瞳に、不正の陰りなど見えぬであろう。もうすごい申し訳ないけど、
瞳がさ、結構まぶた厚めなのでさ、見えないよね。見えないよね。ちょっと念のため拡大しとくけど見えないよねってやつだよね、多分ね。の、の、近い。お腹にあ、なんか腕がお腹に当たりそうな距離。どう？やめろ、そんなに顔を近づけるな。仕方ありません。一度引いた方が良さそうですね。こら、待たぬか。お、お兄ちゃん。ミスト、どうした？この館の一番上の方の部屋、超欲族の人がいたよ。窓から飛び出そうとしてたけど、なんか無理やり部屋に連れ戻されちゃった。何を申すのじゃ、この娘。超欲族ですか。他に特徴は？髪が長いの。こうキラキラーって金髪でね、肌なんか透けるように白くって、あと羽も真っ白だったよ。間違いないか、ティアマト。ええ、私も見たわ。ではこの屋敷にいるのは詐欺の民ということですね。文献によると白羽を持つのは詐欺の王族だけですから。どうやら俺たちが見てない部屋があるようだな。どうする、おとなしく案内するか？ええ、こやつらを始末せよ。一人も生かして返すでないぞ。やっぱりそう来るか。みんな入ってこい。まあただじゃ転ばない傭兵団ですからね。さあ、宝がね、ちょい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 ありますよ。見えてるとこと見えてない部屋がありますからね。戦いの合図。オリバー様の館を荒らす不心得者どもが、我が槍のサビとなれ。今度は良かったですね。噛む、不心得者どもってなんかすごい日本語が噛んじゃう。日本語を並べないでほしい。ここはそうだな、これ宝箱何個あるかっていうのも確認したいですよね。なんか二人きりになっちゃった。二人きりになってしまった。ここに宝があるのと、おそらくここも衛兵が隠れてるのと宝があると思います。ここも衛兵が隠れてて宝があります。で、これにダラハウっていうのがいますね。ダラハウっていうのがいて、これお子様ユニット、セネリアを含むお子様ユニットで話しかけると仲間になります。こいつ突っ込んできたらいろいろと厄介なので、ちょっと気をつけながら移動したいよねぐらいですね。まあトパックくんが一番悪いかな。トパックくんが足が結構こうスキルのおかげで早めに行けるので、ここにトパックくんを派遣してだねっていう感じですかね。なんか誰かで釣り出してトパックで話しかけるみたいなのが一番悪いかなとは思いますけど、まあそんな感じですね。メンツを改めて選んでいきましょうか。行きましょうか。まずはこのお三人方なんとかしなきゃいけないですね。アーマーキラー持ってるやつもいれば魔導書持ってるやつもいるって感じですわね。先にインチキランスでぶったたきたいけど、それもちょっとかなわない感じかな。まず持ち物インチキランスに変えます。ジェルちゃんこの位置待機。そして待機。マーシャちゃんのとこに来てくれたもいいんだよって感じにしましょうかね。で、オッケービン。いや、オッケービン斧持ってるから多分斧を狙ってきそうなんだよな、正直な。で、ここ待機。ただこの私たちが入ってきたところから増援が、生えるね。生えるね。増援生えるな、この下からも。生えるなぁ。生えるね、増援が。増援が生えるね。あんまもたもたできないですね。よいしょ。アイクさんは妹を体当たりしていきましょう。最悪すぎる。妹を体当たりするっていう、すごい最悪なことをしているけど。トパックくんは早いけど、ちょっとここで待機。で、ステラさんもここで待機ですね。はい。さあ順番に来てもらいましょうか。まずジルちゃん避けてくれた、よし。そしてインチキランスで一発と、こりゃいい。これはいいぞ。さあマーシャちゃん避けきるかな、当たってしまった。でも大丈夫、ワンパンですね。オッケーオッケー。
よしよし、彼女たちにうまいこと前に進んでもらっていろいろカバーしていきたい。ただ雷魔法がちょっと怖いかな。ジルちゃんの近くには、いや、ジルちゃん近くに入れたくないな。雷魔法、マーシャちゃんだったら全然いいんですけどね。じゃあ分殴りますか。はい、倒しきれない。そして10ダメージもらう。速さ足りねえ速さが足りねえのよ、速さが足りねえのよ。しょうがないな、ケビン殿に行ってもらうか。ケビン殿であればまあ大丈夫だろう、避けてくれる。もう一発。やっぱりあれだな、牙に斧ってのがすごい優秀ですわね。さあ、レベルアップ、レベルが15になりましたと。あ、いいね。なんでマブ伸びるの、まあ、もうちょっと欲を言えば速さとか伸びてくれたらな、嬉しかったんだけどな。まあまあまあ、贅沢は言いません。そんなに贅沢は言わないよ、私は。そして、サザ君の位置には気をつけておきたい。サザ君の位置に気をつけつつも、突破区で攻撃を仕掛けていきましょうか。倒してくれるでしょ。はい、ありがとう。サンキュー。よし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 。オッケー。で、ミストちゃんがこの位置までしか行けない。一旦この位置で待機して、杖振りましょうか。少しでも経験値を得つつ。ほい。オッケー。そして、体当たりしますかね。体当たりしましょう。トパックを体当たりして少し進めておく。ここはステラさん待機でいいですね。で、オセネ、もうちょっと、ここ入っても多分、オセネのこと狙ってこないと思うので、狙ってこないと思うので、これでいいかな。で、アイクさんは後ろからちょっと追っかける役で。おっ、もうアイクさんはしんがりでいいでしょ。もう、経験値もそんなにいらないですし、彼カンストしてるので。そういう狙い方してくる。で、ジルちゃんが相変わらず狙われますね。まあ大丈夫でしょう。ワンパンで倒しきりますと。はい、レベルアップ。ジルちゃん頼むぞ。レベル14。よし、偉い偉い、君はとっても偉い。君はとっても偉いね。さあ、次行きましょうか。で、あとは、ここのサンダー使いが怖いんですよね、正直ね。サンダー使いがめちゃめちゃ怖いと。怖いんですけど、マーシャちゃんかな。マーシャちゃん。マシャちゃん待機。ジルちゃんが傷ついてる。ジルちゃんでもこれ迎える？じゃあ迎えないよね。ジルちゃん若干足りないので、ここはセネ配置しておきましょうか。セネを配置。そしてバルケソンさんも近くに行ってもらうか。よいしょ。ほい、待機。そしてミストちゃんはジルちゃんの回復をしましょう。ほい。頼みまーす。あざまーす。あざまーす。そして君何か持ってる？鋼の斧盗む？盗んじゃう？盗むか。盗めねえわ。速さ18、こっちの速さ？あ、でも重たいから盗めないのか、鋼武器が。かな？装備してないけどなんか盗めないのかしら。攻撃し、通るな。通ってしまうな。通るねえ。回復。まあ、セネでも回復できるからいいか。攻撃するか。避ける！オッケーオッケーオッケー。さすが速さが足りてるサザ君。違うね。ちょっとずつ経験値もらっとこう。で、ステラさんで勝っちまうか、ここ。ステラさん枯れるかな、枯れないね。絶妙に残るな。攻撃受けちまったな。痛いね。あとあとミストちゃんに回復してもらおう。待機。とどめを刺すのを、トパックにしましょうか。トパック、どうせ攻撃受ける予定だったからな。ここは、安全に枯れると思ったら安いもんでしょう。おい、待機。よしよし、オッケーオッケー。で、ケビンのとこに攻撃来てもらってもいいかな。ケビンに攻撃してもらうメリットってあるか。あるな。あ、魔法2だからそこそこ耐えてくんねえかな。ジルちゃんは特攻入るからちょっと怖いけど。特攻入るからあんま調子乗ったことできないけど。アイクさんはしんがり務めましょう。はい。で、来るでしょ。で、まずケビンとこ来るじゃん。痛い。14はやっぱ痛いですね。まあ、あ、一発しか入らなかった。一発しか入んなかった。しょうがない、しょうがない。一発しか入らないのはしょうがない。まずは、
ステラ城かな。ステラ城を回復しましょうか。ステラ城を回復しておきます。おい、残りステラ城で狩るか。ここステラ城でワンパンですよね。はい、よしよしよし、オッケーオッケー。で、ステラ城がレベルアップします。16。なんで魔力上がるの君。まあでもいいよ、もう技も速さも守備も伸びたから。で、一発屋の章を手に入れましたね。で、あとはここなんだよな。ここ借りたいんだけど、ここもケビンに行ってもらうか。持ち物的に、ちょっと待って、こいつら来ないはずだから。ケビンの移動できる位置が結構なんだよな。セネが移動できる位置もそこそこなのね。ここまで行ってもらうか。ここまで行ってもらって、おセネに回復してもらうか。ライブ。はい。おセネに回復してもらいます。で、あとはまっすぐ行きましょうか。トパックでまず進む。体当たりしてもらう。バルケソンさんに経験値を上げる気はもう1ミリもないんですけど、1ミリもないけど、ちょっと体当たり要因として働いてはもらいたい。サファイア。んで、ガトちゃんがどうしてもね、遅いのはしょうがないんですよね。体当たりしましょう。体当たりしていきましょう。体当たりしていきましょう。妹をどつくな。さあ、まずケビンのとこ行きますよね。ケビンが避ける。オッケー、偉い。よし。オッケーオッケー、偉いぞ。ケビン偉いぞ。ケビンめちゃめちゃ偉い。ちなみに5ターンだけど特に耐えねえな。耐えねえな、シーフ。あれ、死なしの見方がいまいちわかんなくなってきたぞ。わかんなくなってきたぞ。死なしの見方が。鉄の槍組がいますね、ぐらいですね。まあ、ここ入るか。ケビンで入っちゃうか。で、その代わり、多い方の鉄の斧を持っとこうかな。ここにしときましょう。そして誰で買ってしまうかだよな、ここ。笹もいけるんだよね。ちなみに盗むってしたら盗めないよな。盗むもんなんもないよな。あー、攻撃もらうけど、まあいいでしょう。笹にどうせ経験値上げることを考えたら笹で倒してもおかしくはないよねっていう。おい。なんか必殺引いてましたわね。まあまあええやろ。よし、経験値はうまいな。大器晩成のせいでなかなか上がりにくいのはあるけど、それでも経験値うまい方ですね。よっしゃ。おい。どうせ育てるから。誤差です、誤差。ジルちゃんは大丈夫だな。ジルちゃん大丈夫。トパックも上に進みましょうか。あ、そっか、ここ開けられるのか。開けられるんだな。開けられるんだよな。開けてもいいけどな。開けてもいいけど、ちょっと悩むな。まだ開けんでいいかなって感じがしますけどね。オガトちゃん、ステラさんと。エクアイクさん、ここ残るのもありだけどな。一人ポツンとアイクさん残る。はい。まず、ケビンのとこにみんな来ると思うんだよな。ケビンに攻撃が入ると。ケビンは避けてくれるので、まあ、なんとかなってます。ただ、敵アーマーは硬いから、中途半端にしかダメージが通らない。囲まれた。でも囲まれて OK なんですよね。トパックは魔法持ってるので、借りやすいっていう利点がありますと。全然攻撃通らんけどな。天職も来てくれたな。あ、シーフが生えましたね。シーフ生えましたね。あのシーフがどこに行くかだよな。多分上行くんじゃねえかな。ここ行くんじゃねえって思うんだけど。ダラハウがいるからちょっと厄介なんですよね。まあ、まず走るか。扉破壊もできるけど、ちょっとそのままにしておきましょうか。で、アーマーを溶かしきりましょう。まずアーマーを溶かしきります。OK。よしよし、いいぞいいぞ。いいぞ、やっちまえやっちまえ、トパック。さあ、レベルアップ。レベルが8になりました。うん。魔力伸びてくんない。でもまあ、速さ伸びたから許そう。だが、こいつが許すかな。許してくんねえよ、誰も。誰も許してくんねえんだよ。なあ、セネリオ。セネリオ多分インチキランス使わなくても強いよ。まあ、いいけど。まあ、いいですけど。インチキランスで輝いてもろうて。で、
おっさざも連れて行かないといけないですよね。で、おっさざも連れて行かなきゃいけないけど、どうしようかな。これ、マーシャちゃんに行ってもらうか。マーシャちゃんに行ってもらうか。3ダメージぐらいで済みますしね。そもそも攻撃もらわんかったわ。偉すぎる。で、下にずれますと。で、あと、こいつらの範囲に入らなければいいんですよね。で、入らなければいいので、こっち側で待機。ステラさん、救出して動くか。ほい。救出して動きます。バルケソウさんも一緒に移動します。で、ガトちゃんは、ミストちゃん体当たりするのに使うか。ほい。体当たり。ドンドン目の前で妹が体当たりされまくってる事実どう思います？アイクさん。ごめんな。そういう扱いして。避けた。多分あそこの杖職が、このアーマーナイトを回復させに来るんじゃないかと思うんですけどね。さあ、剣職も来ましたね。一定の、一定の何の、あ、避けられちゃった。あ、斧だからな。持ってるのが斧だ。あ、そっち行くか。下から生えたな。下から生えたな。ガトちゃん遅いからガトちゃんでもいいんだけどね。いいんだけどね。って感じですね。まずここの処理を考えたいな。まずは、ここですね。マーシャちゃんで倒しきりますと。おい、オッケー。レベルアップですね、マーシャちゃん。マーシャちゃんレベルアップです。いいじゃーん。てか、幸運伸びにくいのによう伸びたね。それは偉いわ。待機でいいかな？待機。ただこいつ、あ、こいつ来ないんだ。こいつ来ないならいいや。で、まずこいつ、ダラハウの範囲に入らないようにしなきゃいけないけど、先にオセネで溶かしきっちゃいましょうか。ここはセネで倒しきりたい。です。はい。オッケー。よし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 、オッケー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 。これでオッケーですね。で、どうしようかなどうしようかなこっから。ヘビンがダメージ受けてるけど、何も持たない状態で釣り出しをした方がいいよな。で、おろしていいのか？ダラハウ、こいつ範囲入っちゃうよな。入っちゃうよな。入っちゃうよな。あんまり下手にサザを下ろすことができないんですけど、一応ここに下ろしておきましょうか。で、ここにダラハウを呼びたいので、持ち物を排除した状態で傷薬1個使っちゃいましょう。念のため回復しておきます。待機。で、あとはジルちゃんでここの杖職を倒しておきましょう。はい。おいしい。おいしい。よし、オッケー。オッケー。で、バルケソーンさんにも来てもらおうか。バルケソーンさんにも来てもらおう。そして、ここなー、ここなー。ガトちゃん呼ぶか。ガトちゃんに来てもらうか。ガトちゃんに来てもらうか。で、トパックはここで、ガトちゃんが釣り出した相手を、こう、回収する役目をしてほしいですよね。さあ、まずはケビンのところに来ると。これ大丈夫かな？ダラハウ来るかな？来なさそう。来た。来た、来た。よし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 。目論見通りですね。で、どん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 下から入るな。ガトちゃん下に派遣するのもありだな、正直。で、あとは順番に倒さなきゃいけないんだけど、ここにもいるんですよね。ここにもいるんですよね。っていうね。どうしようかな。まずは、じゃあジルちゃん。ジルちゃんかなとか。いやー、上から降ってくるんだよな、いろいろ。上から降ってくるからあんまり調子に乗ったことできないんだよな。じゃあ、ステラさんにまず。削ってもらう必要性もないよな。倒せないな。困ったな。倒せないですね。倒せないっすわ。頼む。削ってくれ。頼む。で、待機。で、削ってもらったのをケビンで回収するか。ケビンで倒しきるか。はい。お疲れさーん。スカイちゃん。で、呼ぶ。ここで、待機するか。
待機するか。で、攻撃しちゃあかんよ、攻撃しちゃあかん。で、ダラハウと話す。あれあれん、ダメなのよ。子供が戦ったりしちゃいけないのよ。あんたは？ダラハウはあんたじゃないのよ。綺麗な庭、うろうろしてたら捕まっちゃったのよ。罰としてここで一年間ただ働きなのよ。そうなのか。気の毒だけど、俺も仕事なんだ。手加減なしで行かせてもらう。待つのよ、待つのよ。ダラハウ、子供とは戦えないのよ。だったら、こっち側に寝返ってくれ。そうすれば、俺もあんたを殺さずに済む。わかったのよ。ダラハウ、子供の味方なのよ。って言ってくれたので、これで大丈夫ですね。ここでなんとかなったんですけど、バルケソンさん壁に使っちゃおうっと。バルケソンさんを壁に使っちまうか。で、あとは、そうだな、ジルちゃんでここを襲いに行きましょうか。まず襲います。おい。ノーダメージ。ノーダメージときた。で、ダラハウで倒しきるかな？ダラハウ当たる？当たるな。ダラハウも使います。しょうがないです。よし、これで OK だな。で、キラー棒持ってるからあんま調子に乗ったことできないんですよね、ここね。はい、キー。で、あとは、ここ、釣り。ウィンドか。ウィンドか。アイクさんの出番だな、これ。アイクさん、ここで、ちょっと持ち物をなくした状態で釣り出してもらっていいですか？あら、残りはすべていただくんで、すべていただくので、ちょっとこれで何とかしてください。トパックはちょっとこの位置で、アイクさん釣り出した敵をこう、一緒に戦っていきましょう。来た！来た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 弓職来た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 。おー、いいね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 。そこのアーマーは、トパックでいただきましょうか。ああ、いいね。バルケソンさんのとこ来たね。バルケソンさん今さ、あれか、専用武器持ってたっけ？まあ、いっか。バルケソンさんも荷物下ろしときゃよかったな。下ろしときゃよかったな。サンダーストーブ奪われてしまいました。まあ、大丈夫でしょう。まあ、一個ぐらいくれてやりますよ、あいつには。で、あ、いいね。あ、いいですね。うん、増えた。増えた。増えたな。増えたな。とっても増えたな。どうしよっかな。順番に処理していかなきゃいけないですね。ここが厄介だな。鉄の弓も持ってるんですよね。まあでも先にあっちの奥の弓ぶっ倒すか。ぶっ倒して問題ないよね。ほい。倒しきらんな。倒しきらんかったな。飛んでもらうか。じゃあマーシャちゃんに倒してもらうか。ここもアシャちゃんに行ってもらおうと。はい。お疲れさんでーす。キラー棒の方が厄介ですからね、言うてね。総じてキラー棒の方が厄介なので、これでいいでしょう。で、あとは、こいつらなんだけど、まあ、ダメージもらうのはしょうがないとして、倒しきれないのが問題なんだよな。ケビン君の問題点、そこですね。で、ここで待機。押せねえ。押せねえ、こっち側行くか？行くか。で、ステラさんもこっち側で待機。サザ君はちょっといろいろ役目があるんだよな、正直。サザ君、ここ、あ、攻撃もらうな。もらうねえ、君ね。オダラハウ、オダラハウ、ここ止めるか？止めるか？せき止めるか？せき止められるか、お前。オダラハウ、いけるのか？サザ君、まあ、でもサザ君、避けてくれるかなぁ。あー、パン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 やられなければ大丈夫なんだけど。ここに入らなければ、お攻めの前に行っとけば大丈夫かな。大丈夫かな ?27 あるから、まあ、あいつらそんな大してダメージ与えてこないでしょう。で、あとはここですね。まずはインチキサンダーで、ここのアーマーナイトをなんとかしますと。一発、そして二発。だから多分上のウィンドが来るのかな？ウィンドが飛んできてなんやらかんやらしてきそうですけど。まあ、それもいいでしょう。とりあえず、ここはガトちゃんのインチキランスで、パンと殴ってもらいましょう。
倒しきれない。倒しきれないけど、おそらく、通食に回復してもらいに戻るでしょ。あ、力が伸びてくれました。よかったです。で、こいつの行動範囲、まあ、トパックくん入ってるけど、多分大丈夫なんだよな、正直な。マジックシールドにしときましょうか。ライブは、ちょっと控えて。経験値のために、ここをね、なんとか、なんとか、なんとかしてもらいます。で、アイクさんに釣り出してもらうのはありだけど、ここで待機でいいかな。はい。ね。あいつ、回復してもらいに戻るから。よいしょ。杖職から盗めばよかったな。なんか、杖。盗めばよかったな。サザ君連れてきてるし。イブロー奪われましたね。仕様的にどうだったっけな？一個しか戻ってこなかったっけな？うん、痛い。特攻入るけど、まあ、キラー棒じゃなければ怖くないよな。ケビン。ケビン狙われとる。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、ステラさんとこ来ましたね。まあまあまあ、いいでしょ。ステラさんも守備がそこそこあるので。サザ君狙わないあたりが両親を見えますね。はい、ありがとう。そしてケビンがレベルアップしたんですけど、体力やばいので、セネリオに回復してもらいましょう。なんで魔力が伸びるの？ちょ、力伸びなよ。伸ばすとこ間違えてるのよ、君たち。伸ばすとこ間違えてますよ。で、まず鉄の弓もいるんだよな。鉄の弓もいるんだけど、ね、落とすのサンダーストームだけなんですよね。リブローは盗まないといけなくなっちゃったので、こう誰か置いてサザ君に行ってもらう体制作らないといけないですね。まずはそうだな、ここは普通にマーシャちゃんに行ってもらっていいかな。はい、ありがとう。ここ下がってもらっていい？で、バルキソンさんの持ち物をバーパティ外して一回壁になってもらうか。で、多分すり抜けとかないから盗むぐらいしかないもんね。盗むぐらいしかないけど、バルケソンさんの方が早いので早いので何も盗めないと思います。で、ここステラ城が倒しきりますね。ステラ城に倒してもらいましょう。はーい、お疲れさんです。レベルアップ。オッケー。よし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 。なんで君たち魔力伸びるのよ。でも速さがめちゃめちゃ伸びましたね。速さ、これカンストかな。あ、カンストしてますね。発給食カンストです。よかったですね。で、5×2 ですね。盗むもできない。どうしようかな。ここジルちゃんで行ってもらうか。ジルちゃん頼んだ。はい、ありがとう。サンキュー。で、ジルちゃんはこっち側に戻るか。特になんか役割もないので、戻ってもらいましょう。で、ケビンの回復をしてあげないとかわいそうなので、ケビンを回復します。よく頑張ったね、本当に。よく頑張った。よく頑張ったよ、君。で、ダラハウも、ここはもう、これで放置でいいかな。で、サザ君は、ここで一旦待機してもらっていい？で、ケビンは戻ろう。ケビン戻ろう。釣り出そうか、ここで。どっちに来るかわかんないけどな。で、あとこいつらが来てるので、こいつらはガトちゃんのおやつにしましょう。ガトちゃんのおやつにします。で、トッパックは一旦こっちで待機ですね。で、アイクさんはここに来てもらう待機。で、いいかな。で、いいかな。念のため、ちょっとマジックシールドかけさせてもらいますね。かけさせてもらいますね。はい。頑張ってくださいね。はい、オッケー。来ました。で、トッパックのとこ来たね。やば。大丈夫か？避けた。あぶね、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 2回攻撃だった。やーべえ、あぶねえ。ビビらせやがって。ビビらせやがって。ちなみに 100% 当たりますか？命中79か。命中79ってやべえな。どうしようかな。あぶねえな。杖で、ちょっとライブで回復するね。危ないから、ちょっと回復しようね。はい。あぶね。あぶね、あぶね。ファイヤー。
89、6。エルファイヤー、79。インチキサンダー、79。インチキサンダーを信じるか。おい、オッケー。あぶねえ。あぶねえ。ビビらせやがって。いい。ああ、よかった、受けてくれて。なんで HP しか伸びねえんだよ。今、生死さまよったからさ、もうちょっと伸びてよくない？もうちょっと伸びだよ、それ。なあ、ガトちゃんな。ガトちゃんもそう思うよな。ガトちゃんもそうだと言っています。ガトガト言っています。ガトちゃんもガトガト言っているので、そうだそうだと言っています。さて、ここ、せき止めてもらったので、まずは、おさざくんに盗んでもらおう、リブローを。リブローを盗んでください。そして、セネリオで倒してしまえば問題なかろうなのだ。ほらよ。はい、お疲れさんでした。サンダーストーム返してもらうからな。はい、セネリオもレベルアップですね。魔力伸びねえ、この男。まあでも守備伸びてるからいいか。守備伸びてるしな。ちょっとは許してやるか。で、ウィンド持ちがいるんですけど、こいつら動かないのかな？スレンドスペア、キマーシーさんはちょっと動くかもしれないので、先にウィンド消しかけるか。サタ君、あと、こっちの杖から盗んでほしいよな。この杖盗んでほしいよなって感じがしますね。制圧するまでは特にマップ攻制覇とかいうことにもならないので、倒しきらないな。特攻は向こう入るけど、こっちの方がいいか。特攻入るけど、確実に倒せるもんな、こっちは。はい。よしよし。まずジルちゃんがまたレベルアップですね、これでね。15。おいゼロピンはあかんって。ゼロピンあかんって。ゼロピンはいっちゃんよくないって。それ文化的になんもおもろくないのよ。なんもおもろくないのよ、そのゼロピン。なんてこったい。なんてこったい、本当に。なんてこったい。下、とか、各種扉を開けに行くのをすっかり忘れてました。まあいいでしょう。ダラハウはでもこの辺りで放置でいいかな。ダラハウ放置でいいかな。いいかと思いながら動かしちゃった。どうしようかな。扉破壊するっつったって、コスパあんま良くないよな。破壊できるの？あ、破壊できるわ。よしよしよし。まあいいや。まあいいや、まあいいや。で、あとはいいかな。アイクさん。アイクさん置くか。アイクさんをここに配置しておきます。ガトちゃんはワンパンで倒してくれるので、特に心配はしてませんと。はい、オッケー。で、下からも来るから、これ全部ガトちゃんに処理してもらいます。パンパン。オッケー。美味しい。ガトちゃんのおやつです。ガトちゃんがレベルアップです。さあ、どうかな？レベル15。ガトちゃーん！ガトちゃん、魔法上がるの。あ、そうね。ガトちゃん、魔法上がるの。上がるのね、あんたね。ガトちゃん、あんた、魔法上がるのね。ここ、ジルちゃん、宝の鍵持ってるので、開けてもらいましょうか。で、こっち側も宝の鍵要員がいるんですけど、どうしようかな。これ、トパックでも倒せるかな。ちょっと待って、先にトパックの攻撃がどのぐらいか見たいですね。銃、威力銃、倒しきるな。ってなると、ガトちゃん、こっち。当たんなかった時が怖いな。やっぱ倒すか、ガトちゃんで。ガトちゃんのおやつにしようっと。石橋を叩いてなんぼの世界ですかね。で、ケビンは用がなくなったので上に行くか。で、ステラ城のおやつにしましょうかね。この辺動かないから。ステラジオのおやつだ。よし、行け。行け、ゴーゴー、ステラジオ。当たるんかーい。痛いよ。痛いよ、ステラジオ、それ。めちゃめちゃ痛いよ。ま、経験値はうまいけど、バリめちゃうまいけどさ、経験値。やべえのよ。ステラジオやべえのよ、それは。それやべえのよ。じゃあ、バルケソンさんで体当たりするか。ほい。で、ダラハウも体当たりと。ほい。やべえ。マジやべえ。トパックも行くか。まあでも動かないと思うから、そんなでもないと思うけどね。
よいしょ。これでいいや。待機。動かないもんね。動かない動かない。よしよし。ここはもうミストちゃんで回復しましょうか。ミストちゃんで、ステラ城回復しておきます。おい。ゲイン。ミストちゃんレベルアップだ。13。いやー。しょっぺ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 ーですわ。しょっぺーですわ。持ち物は全然余裕ありますね。ガトちゃんは上に行きましょうか。ガトちゃん上。で、マーシャちゃんもこっち側。よいしょ。で、あとは、ジルちゃんはこっち回収ですね。宝箱順番に回収していきましょう。フルガード。フルガード一番嬉しいね。フルガードは一番嬉しい。で、ステラさんこっち消しかけに行くか。おい。当たれば痛いが、こっちが倒しきるのはもう目に見えて分かってるので大丈夫です。あ、避けてくれた。よかった。経験値うめえ。経験値がうめえのよ。経験値がめちゃめちゃうめえのよ。レベルアップ。さあ、レベルが18。力が伸びないね。力伸びないね。力がへたれてきてんね。あいつはちょっと放置でいいですと。押せねえはこっち側に行くか。あとやばい体力してるのっていないもんな、特には。ここで放置でいいですね。バルケソンさんたちどうすっかな。バルケソンさんたち役割がねえのだ。役割がないのだ。困ったのだ。とりあえず待機でいいかな。サザ君がここ盗んでくれないことには何もできないので、待機でいいですね。でサザ君は盗みに走りましょう。盗めーリライブを杖を盗んでしまえ。杖を盗んでしまえ。そしてここはガトちゃんに開けてもらいましょう。ガトちゃん扉破壊鉄の槍でいけるかな。おいで、中開けた時に誰がいるかだよね。あ、キラーランス持ちいる。キラーランス持ちのハルパーティアがいますね。あ、危ないな。あ、マーシャちゃん、ちょっと控えるか。ちょっと危ない。危ないですね。鋼の弓は、まあでもマーシャちゃん守備、そこそこあるとはいえちょっと危ないので、ここで待機しましょうか。であとは、みんなステラさんでいいかな、倒すのはね。僕はステラさんでいいですね。はーい。お疲れさんでーす。お疲れ様でーす。失礼しまーす。経験値がうめえ。で、待機。であとどうするかだよね。ケビンで行った時に、どうかなんですよね。鉄道の、キマーシくんが、必殺があるんだなぁ。必殺持ってんだなぁ、あいつ。必殺持ってんだなぁ。だから、3で。ケビンやばいね。やばいね。ワンパンで倒れる可能性あるね。どうしようかなぁ。トパックかといってトパックが倒しきるわけでもなし。悩む。悩むなぁ。悩むなぁ。だから箱開けてもらっていいですか、とりあえず。竜の盾ですね。美味しいですね。すごく美味しいものいただきました。バルケソンさんに削ってもらおうか。鉄の剣持ってきてるから、こいつに削ってもらおうか。セネリオはね、倒しきると思うんですよ、多分。倒しきるな、この男。倒しきるな。あ、でもいい感じに削ってもらおうか。いい感じに削ってもらって、とどめを別の人に刺すでいいか。はい、いやエルウィンド。連続引いたらおしまいなんですよね。ここは我が主、タナス公爵オリバー様の領地であるぞ。オリバー様のご機嫌を損ねた愚か者は、生きて館から出られぬと知れ。大丈夫かな？連続引かないかな？連続引いたらさ、セネリオがさ、全部の経験値を持っていくんですよね。それだけはちょっとやめてほしいかなって思ってるわけ。ありがとう。ありがとう、空気読みがうまいね、君は。空気読みがとってもうまい。で、誰でとどめ刺すかだよな。ケビンで行く？ケビンで行くか？ケビンで行っちまうか？ケビン行けねえな。無理だな。無理だな、ケビン。ケビン無理だな。ケビン無理だな。突破くくん、命中85。負ければ、負ければワンパン。それは怖い。それは怖い。やっぱケビンだな。ここはケビンだろ。
ここはケビンだろ。ここはケビンを信じるか。一冊引かれないことを願う。ありがとうケビン、やればできるな。な、なんとしたことか。俺が悪事と知りつつ加担した報いか。そうでーし。お疲れ様でした。ケビンの経験値うめー。スレンドスピアも手に入りました。よかったです。で、あとはエキさんで制圧するだけですね。制圧したら宝箱取り切らないのでちょっと待っておきましょう。で、あとはちょこちょこ回復するか。回復して経験値を得るかと思ったけど、普通にマジックシールドでよくない説。マジックシールド振りまーす。うめー、経験値。経験値がうめー。で、大器。キラーランスは多分大丈夫なんだよな、正直。で、ガトちゃんノーダメージでしょ？鋼の弓は大丈夫。問題はこのキラーランス、大丈夫そうですね。インチキランス、火力が、あ、そうだった。インチキランスじゃなかったな、今。忘れてたな。って感じですね。って感じです。ここインチキランスにしましょう。ほらよ！倒しきります。これで倒しきりました。よかったです。で、奥の弓は、マーシャちゃんで叩くでいいですね。ここマーシャちゃんでぶっ叩きましょう。インチキランスが当たりますので、大丈夫でーす。相手は無抵抗なので、このままぶん殴っておしまいですね。さあ、インチキランス壊れてしまいました。やばい。やばすぎる。やばすぎる。インチキランスが壊れてやばすぎる。杖マジックシールド振りまーす。ほらよ。経験値を稼ぎます。上に行きましょうか。ジルちゃん回復してもらうか、ついでに。はい、行き。マシャちゃんのとこ来てくれたね。痛いのよ。まあ、インチキランス切れても次のインチキランスが待ってるから、無限インチキランス編ってことなんですけどね。大丈夫ですよ。さあ、レベル15。えらい！やればできる！力も技も守備も魔法もでき伸びた。やればできる女。やはりやればできる女は違う。さあ、宝箱開けてもらいましょう。女神の像ですね。これは欲しいからありがたい。そしてガトちゃんも一個使っちゃいましょう。宝箱開けまーす。銀の槍ですね。表、いらねー。杖、ライブ、振っていきましょうか。おい。よしよし。まあ、一通りこれで経験値得た状態なので、これで制圧ですね。はい、お疲れ様でした。おお、私の美しい小鳥よ。怖くないぞ。一緒に逃げような。近寄るな、汚らわしい。おとなしくついてこい。そなたは私のものじゃ。渡さんぞ。誰にも渡すものか。死んでもお前の言いなりになどなるものか。おい、どこに行った、タナス公爵。ここか。ち、く、くそ。タナス公爵。あんたが、セリノスの。無事だったか？俺たちはあんたを助けに来たんだ。その怪我はあの男にやられたのか？すぐに手当てを。来るな！私に近寄るな！人間め！グレール傭兵団、戻った。お疲れ様でした。守備はどうでした？何か有力な証拠などはつかめまして？紳士はどこだ？アイク殿？紳士に直接聞きたいことがある。どこにいるんだ？サナキ様は庭園にてエリンシア姫とご歓談中ですわ。お目通りが叶うかどうかすぐに確かめてまいります。アイク殿はここでお待ちに。にわか。アイク殿？勝手なことをされては困ります。困ります、お客様。困ります。紳士。なんじゃ、そなた。案内も壊ず現れるなど、なんと不調法な振る舞いを。どうなさったのですか、アイク様。全部聞かせろ。何を申しておるのじゃ。アイク殿。紳士様に対する無礼は許しませんよ。
20年前、セリノスで何が起きたのかが知りたい。な、20年前の出来事？詐欺の民が、セリノスの王族が、生きていたというのか？まさか、そんなことが。サナキ様。どう話せばよいか。あれは、とても、難しい問題なのじゃ。音のほか、話が進まないご様子だ。まず、私の方から、世間一般に知られる事実をお話ししたいと思いますが、構いませんか？そなたは？俺の仲間だ。ナーシル、何か知っているなら話してくれ。それを聞いてから真摯に説明してもらおう。それで問題ないな。うむ。きっかけは、ベグニオン仙台紳士の暗殺事件。時は20年前、折しも奴隷解放宣言がなされた、ちょうど1年後の話だ。その代の紳士、ミサハ殿は、歴代紳士の中で、最も国民に崇拝されていた。その紳士が暗殺されたんだ。絶望に打ちひしがれる国民たち、ベグニオン中が暗く沈んでいった。そこに一つの噂が流れた。セリノスの詐欺どもの仕業だと。その噂は瞬く間にベグニオン王都中に広まったそうだ。ある夜、事件が起きた。民衆が暴徒と化し、憎きあだの住処であるセリノスの森に赴き火を放った。暴動は密中や続き、セリノスの詐欺の民はその全てが失われた。ただの噂だったのでしょう？なぜそんなことに？紳士殿、お話にならないと。あなたはこのベグニオンの皇帝でもある。国民のやったことに責任を負う存在でしょ？冤罪だったのじゃ。仙台紳士を暗殺したのはセリノスのものじゃなかったんだな。そうじゃ。詐欺の民は戦う術を持たない。森と調和し、女神への祈りを捧げる生活を守り抜いてきた種族。彼らは力を、他のラグズのように戦闘用に発達させなかったんだ。ある程度の知識のあるものであれば、それぐらいのことは知っている。少なくとも、ベグニオンに住む者は、その事実を知っていたはず。しかし、紳士を失い、悲嘆に暮れる民衆には、真実なんて、どうでもよかったんだよ。自分たちの行き場のない怒りと、絶望を、発散させられれば、それでよかった。そうですよね、紳士殿。ナーシル様、そんな言い方。良いのじゃ、エリンシア姫。そのものは嘘はついておらん。アイク、フェニキスの徴欲族は、ベグニオン戦相手にだけ海賊行為を行うんだ。キルバスのカラスたちは、積み荷が目当てだから無差別だけど、フェニキスの鷹の民は、同胞セリノスへの冤罪と虐殺に抗議を続けてるんだよ。オリバーの館にいた詐欺の民は、助けようとした俺の手を払った。強い憎しみの目で、俺を見据えていた。そいつが、窓から飛び立つ時に言ったんだ。セリノスの大虐殺を忘れるな、と。20年前、お前たちがしたことを、私は決して許さない、とな。言い訳にしか聞こえぬだろうが、我が国民も皆、あの一件については悔いておるのじゃ。主たる詐欺の民を亡くし、色を失った森を見るたび、自分たちの滞在に怯えておる。紳士殿、あなたは立派ですよ。元老院の多くは、セリノスのことなど、記憶の彼方に追いやり、そんなことありもしなかったものだと。そういう態度なのでしょう。だけどあなたは違う。国民のやったことに対し責任を取ろうとしておられる。きちんと償おうと思うからこそ、ラグズの奴隷解放について独自に調べ、
よそ者であるアイクの傭兵団を使ってまで摘発しようとしたんじゃないですか？エリンシア姫。はい。あと一度だけ、そなたの護衛の手を借りたい。許してもらえるだろうか。それは、アイク様たちがよろしければ、私に依存はありませんが。内容次第だ。そなたが会ったという詐欺の民を探し出してほしい。会って、言葉を交わしてみたい。そういうことなら任せろ。どのみちオリバーの奴は捕まえ損ねたんだ。そっちと合わせて面倒見る。頼んだぞ。やったー！割と早めだったね。まあ、16ターンだったから160ポイントもらいましたね。よしよしよし。いいぞ。こんだけもらえればまあ、ザザ君の経験値に上げられるよね。